Good afternoon to you, Hiro-san. I can't believe we're here. You know where we are? And here's RKC, Culinary School. Take a look at this. Your old school, Hiro, from what, how many, 30 years ago? I was attending this school more than 30 years ago. Yeah. 34 years ago. And today I'm coming here for... Like a homecoming. Yeah. Like a kind of... And 70, over 70 students want to see you. Teaching and we are talking. Let's can't wait. Let's go. Yeah, let's go. Hi, good morning. Good morning. This is nice cook's coat, isn't it? これでちょっと撮影した。T シャツでエプロンなんですけど、まあちょっとこれでまずエプロン。Looks slim, ね。Looks like. Very nice. Looks professional. Yeah, professional. What a treat we're with your old principal, right? Yes. Thank you so much for having us. It's a pleasure and an honor to be here to share this moment with Hiro. Kind of a homecoming. He's back here from his hometown, right? And everybody wants to know, was he a good student? Yes. He was? Yes, he is. You're a very wonderful student. Really? Yes. I don't know if I believe that. From that time. Can you think of one bad thing that he did? No. Was he late? He was falling asleep in class? No. He was a perfect boy. Really? Oh, Hiro-san. I can't remember. This means he was perfect. Yeah. Oh, that's so nice. Well, thank you so much. RKC School, what a wonderful place to learn. 1 year program, you become a chef. Here's a witness right here. This gentleman right here, Hiro-san. So nice to be here. And thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much. Hiro-san, you're about to go on stage. Yeah. All the students, about 70 students out there. Yeah, that's a 70. That's a lot, though. That's a 70. デモンストレーションやってもらって、皆さんにあと実習を作ってもらうということでね、やっていくんで、はい、マイク大丈夫ですか？入ってました？音入ってました？はい、よろしくお願いします。はい、あ、こんにちは、皆さん。寺田と申します。私はですね、この学校もう30年以上、34年ぐらい前に卒業しました。卒業してからですね、おこにあるゆず庵、ご存知でしょうか？あちらでアメリカに行くまで、仕事をしてました。アメリカの方にはですね、1991年に、行きました。和食の職人として向こうの方に行ったわけなんですけども、一番最初はですね、ワシントン DC というところなんですけども、そしてその近郊にあるアレキサンドリア、バージニア州なんですけども、そちらの方で10年ぐらい仕事をしまして、その後2年間ぐらいフロリダ州のオーランド、ディズニーランドがあるところですね、あそこの方に2年間行ってました。そしてその後2002年にですね、現在のマイアミの方に引っ越し、ムービングしまして、そこでもう20年ぐらいになりますね。全体でアメリカ生活が31年ぐらいになってます。でその間ずっと寿司関係の日本食、和食ですね、関係の仕事をずっとしてました。で、先ほど紹介してもらったんですが、YouTube の方なんですけども、YouTube の方は、2011年から、始めました。きっかけとしてはですね、私その2011年に、新しい新規のレストランで働き始めたわけなんですけども、お寿司を作るキッチンですね、
そこはあのカウンターの寿司のカウンターがあるお店じゃなくて、私の作る場所はもうキッチンの奥の端だったんですね。お客さんからも見えないところだったんですね。ですけども、あのメニューの方にですね、あの私のいろいろプロファイルとか書いてまして、まあ、実際そういう人がいるのかと、まあ、そういう声もあったので、まあ、あの YouTube にそのまあお寿司を作っているところを出してですね、お客さんに見てもらったらいいんじゃないかということで、まあ、現在あの私のカメラマンですけども、その当時マネージャーとして働いてましたが、2人で、YouTube を始めました。もちろんその時にはですね、 YouTube がその本職というかね、今現在あの、まあ、フルタイムで YouTube やってるんですけども、まあ、そういうふうにあるとは思ってませんでした。あくまでも、まあ、お店にあるメニュー、そういうものを作って、まあ、見てもらおうと、そういうのが、まあ、きっかけでしたね。で、まあ、あの YouTube 始めて一番最初のビデオなんかを上げて、まあ、その当時はですね、本当にエディットとかも、ま、全くせずに、もう本当に最初から最後まで一本撮りの、短い3分ぐらいの動画だったんですね。で、まあ、それでですね、まあ、1ヶ月2ヶ月経ってくるとですね、結構ビューが見てくれてる方が多くてですね、もうちょっとあの YouTube の方に力入れてみようかなということで、まあ、それからですね、もうちょっと込み入った感じの動画なんかも作っていくようになりました。で、まあ、エディットなんかもしてね、やってましたけども、もともとですね、あのチャンネルっていうのは、最初に言いましたように、あのレストランの、あの商品を紹介するやつだったんですね。ですので最初はですね、ここあのレストランの名前だったんですよ。そしたら最初のカリフォルニアからやっていきたいと思いますが、まず最初に私が一つ作ってみます。はい、そしたら海苔ですけども、まあこれあの大きいサイズの海苔ですから、ちょっとこれ半分ぐらいにしておきます。半分使いますね。はい、あ、大丈夫ですか。はい、あ、それでね、あの最初はあの寿司巻き始める前に、これ先やりましょうかね、あのラップをねかぶせた方がいいんですよ。使いやすいんですよ、この裏巻きをやるときは。まあ、結局ね、ご飯がこうひっくり返しますから、この巻き簾の間に挟まります。それをまあ、あの防ぐためにこれやりますので、まあ、それをまずやりましょうかね。ほんならまずこれやりますね。腰弁の方がいいでしょ。ね、まあ、やるね。はい、やりましょうね。こんな感じやね。こんな風にあのラップかけます。はい、ちょっと空気は投げてね、これで一回、ま、あの巻いて絞っておいたらやりやすい。こんな感じですね。はい、こういうの作ってもらいます。後でね、作るときに海苔が外に来る巻きだったら、まあ、通常このテカテカの方が外に来るように巻きますね。まあ、このインサイドアウトの場合はね、まあ、基本的にどちらでも問題はないです。最終的にできる仕上がりに問題はないです。こちらにご飯をつけても、こちらにご飯をつけても仕上がりはそれほど変わらないです。また変わらないと言っていいですね。ですので、まあ、どちらを選んでもいいんですけども、まあ、通常私はこのザラザラの方ですね、こちらの方にご飯を乗せます。普通はね、ご飯ね、まあ、大体これぐらいのサイズですかね。はい、5-60g といったところですかね。まあ、向こうでまあ 2.5 オンス3オンスぐらいなんですが、これぐらいのやつね、まずそしたらこれご飯にこうつけますね。いっぱいつけてもらっていいですよ。細巻きの場合はちょっとこう白を残しますけども、これはもういっぱいいっぱい言ってもらっていいです。まあ、できるだけフラットに、これ画面で見えてるんですね。そう、はい、はい、そしたら、ごまね、まあ、これはごまいいんですけども入れなくてもね、まあ、ちょっとごまを上にのせますね。まあ、白ごまでも黒ごまでも問題ないですよ。
これはごまが嫌だったら別のものを乗せてもらってもいいですよ。はいはい、そしたらこれをひっくり返しますね、海苔の上にね、あ、海苔じゃない、巻きすの上にね、いいですか。はい、そしたら食材に送っていきましょう。きゅうり、カニカマで、アボカド、こんな感じやね、いいですか。そしたら巻きますね。はい、1,2,3 ぐらいですかね。簡単ですよね。簡単ほど難しいっていうけどね、うん、簡単簡単で、まあちょっとまあ横をこう締めてね、でチューブはちょっと後でカットしてトリミングアウトしますね。はい、こんな感じですか。はい、ほんなら切りましょう。まあ、6等分、8等分、10等分、まあこれはまあ問題ないです、いくつに切ってもね。まあ8等分ぐらいがやりやすいね。まあサイドはちょっと切って揃えちょいて、でもう一回半分切って、中切って、もう一度切りますね。はい、こんな感じやね。よいしょ。ならお皿に盛りますね。はいはい、こんな感じでどうでしょうか。 OK、 はい、私のカメラマン OK、 OK、 あ、これはまあカリフォルニアロールですね。こんな感じです。はい、パーフェクト、うんうん、いいですよ、グッド、グッドですよ。どうですか、美味しかったですか。あ、いいね、アメリカに来ないといけないね、それ、うん、アメリカに来て作って、うん、あ、そうですか、いいですね。 She's gonna take her to take home give it to my her mom. Oh, nice, oh, very nice. What a nice good to see. Maybe take it to your mom is better. Maybe take it for your mom. Thank you, it's mine. You have yours? I'm hungry, I don't need it. いっぺんに大量に切るときはね、まあ、こんな感じで輪ゴムを使ってもらったらいいです。これ使ってちょっとここで束ねといたら、はい、そしてここにですね、ささみ、ごま油、ごま油少し入れます。ネギちょっと入れますね。好みで辛さは調整してください。いいですね、いいですね、うん、まあ3つぐらいやったらね。料理の専攻はフレンチの方ですか、洋食のね、はい、そうですよね、うん、
安いよ、うん、これで、うん、いいと思う。いけるかな。What is your name? Patty. Patty? I met Patty today. Her English is excellent. From Kochi. Thank you. And she was making a spicy tuna roll. You never made this before, right? Yeah. Wow, incredible. Very nice. Very nice, very nice. Yeah. Okay, let's see. Let's go. One, two, three. Oh, very good. Excellent. Yeah, you're good. Let's see. The moment of truth. Ooh. Wow. How was it? Beautiful. Perfect. Oh, yeah. Very, very nice. Let's cut it. Yes. So always wet your knife a little bit before you cut. Oh. You know? Oh, okay. Yeah. Not too much. Okay. Yeah, like this. Yeah. Okay, though. So once you wipe it, let me just show you. Once you wipe the knife, you just go like this. Let it come down the blade, and then you can cut. Beautiful, Patty. Congratulations. Thank you so much.熱い。うなぎがすごくいいですから、柔らかいですね。うなぎがすごくいいですね。養殖のね、アメリカに来てるうなぎやったら、これがね、こんなにふっくらならないんですよ。結構硬くてね。で、取って真ん中に入れてください。間にね、うなぎとうなぎの間に入れてください。上に乗せます。そしてラップなしの巻きすね、ラップしてないやつ、これで締めます。
で今日ねやっていただいたんで最後拍手をしてで礼をして終わりたいと思いますね。じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも皆さんありがとうございました。どうも、はい、じゃあはい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 、はい、ありがとうございました。はい、では退場していただくんで最後拍手で退場していただきます。こっち、退場こっち。あ、思うと置いておきますね。うん、あ、ほら行きます。はい。どうもありがとうございます。はい。ありがとうございました。どうも。All right, the day's come to an end, Hiro-san. What a great time here at your old school, huh? What a great experience. Yeah, thank you so much to the gentleman here from Kochi. Thank you so much for your time.And this is the new principal, right? Does he want to say a few words? Maybe say a few words in Japanese? もう今日はですね、本当に我が校の卒業生の寺田博之さんに素晴らしい授業をしていただいて、本当にありがたく思ってます。もう生徒の子たちもすごく喜んでますんでね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you, thank you.はい、マスクは大丈夫です。大津市出身の人気 YouTuber が里帰りし母校で特別授業を開きました。高知市の RKC 調理製菓専門学校で料理の指導をするのはアメリカの和食レストランのシェフで高知市出身の人気 YouTuber 寺田博之さん50発信しようと県が企画したもので、寺田さんは今月24日から県内を巡り各地の魅力を撮影しています。最終日の今日は母校である専門学校でアボカドやカニカマを使ったカリフォルニアロールやマグロを使ったスパイシーツナロールなど4種類の料理を生徒と一緒に作っていました。日本食はなんかたまに教えてもらうんですけど、授業でもカリフォルニア巻きとかは教えてもらえないと思うので、すごいいい経験だと思います。コーチはね、やっぱりね、帰ってきたらね落ち着きますよ。やっぱりね、人やね、高知の人間のその、温かさ、優しさ、そういうところ一番に紹介したいね、世界に。今回撮影した動画は英語の字幕をつけるなど編集し、12月中に投稿する予定だということです。寒さが増すほどに旨味を凝縮させる。